ポタワダメイ軍はアメリカ合衆国アヨワ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は93,158人であり、2000年の87,704人から6.2%増加した。面積では州内で第2位の軍である。軍庁所在地はカウンシルブラフス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ポタワタミー軍は1848年に設立され、軍名はポタワタミー族インディアンにちなんで名付けられた。ポタワタミー軍は、ネブラスカ州にまたがるオマハカウンシュルブラフス大都市圏、8軍のうち、アイオワ州に属する3軍の一つである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は959.94平方マイルであり、 このうち陸地954.26平方マイル、水域は5.68平方マイルで、水域率は0.59%である。カーター・レイク氏の領域、右下の青色が、ミズーリ川・ミズーリ川の流れが変わることと、アメリカ合衆国最高裁判所の裁定があったことで、軍の一部であるカーター・レイク氏は、ミズーリ川の対岸になってしまっている。 ここに行くには、ネブラスカ州に一度入ってから行くしかなく、直接つながる橋はない。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッドカウンシルブラフス氏の古い、街並み以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。